アラニシ雄大は、熊本県玉名市出身のプロ野球選手。オリックスバファローズ所属、宇ト右内、玉名市立玉水小学校在学中に、天水少年野球クラブで野球を始める。天水中学校時代は、同校の軟式野球部に所属。2008年、中学卒業とともに、熊本県立玉名工業高等学校に進学し、1年夏から、ベンチ入り。 二年からはエースを務めたが、三年夏は熊本県大会四回戦で、牧原大成を要する城北に敗れ、高校三年間を通じて、甲子園出場は応せなかった。2011年、高校卒業後は、社会人野球の本田熊本に入社。八年間の在籍中に、都市対抗野球大会に7回出場した。2017年には、 第88回都市対抗野球大会1回戦の日本選手医の巻戦で10奪三振の完封勝利を挙げる。同年11から12月に開催されたアジアウィンターベースボールリーグではジャバ選抜チームに選出され5試合登板で9イニングを被安打8、6奪三振、1死球、防御率0.00の成績を残した。2018年は アジア競技大会の野球日本代表に選出され、6試合当番で6回、2、3を飛安打4、8奪三振、無視球防御率0.00の成績を残し、日本の銀メダル獲得に貢献した。2018年度ドラフト会議でオリックスバファローズから3位指名を受けた。本田熊本入社から8年をかけてのドラフト指名となり、 また26歳での指名は同年ドラフトにおける最年長指名でもあった。契約金6500万円、年俸1100万円の条件で契約を結び、背番号は15となった。担当スカウトは山口和夫。背番号15は2018年限りで現役を引退した本田の先輩にあたる佐藤達也の背番号を引き継いだ。 ものであり、荒西も素晴らしい番号をいただいたので、大先輩である佐藤達也さんのように、結果を残しファンに愛される選手になりたいと抱負を語った。二千十九年は開幕を2軍で迎える。四月十六日に中継ぎ要員として一軍昇格し、同日の北海道日本ハムファイターズ戦でプロ初登板を果たしたが、三試合の登板のみで四月二十二日に、 登録抹消された。その後6月13日の中日ドラゴンズ戦でプロ初、先発し、6回で8安打を浴びつつも、要所を締め、無失点に抑えたが、打線の援護なく勝敗はつかず。2度目の先発となった6月22日の広島東洋カープ戦で、5回1、351失点でプロ初勝利を挙げた。2021年は一軍登板がなく10月5日に、 戦力外通告を受けた。スリークォーターから最速時速149キロメートルのストレートを投じる。変化球はスライダーのキレを武器とし、シンカーも用いる。打者の両サイドに投げ分けるコントロールの良さと強気のピッチングスタイルが持ち味。相性はあらちゃん。ありがとうございます。